格闘技エンターテインメントブレイキングダウン126月2日開催のオーディション動画の第4弾が11日朝倉未来の YouTube チャンネルで公開されサトルーステルポーランドの四角バーサスシモミシュランの本戦での対戦が決まった動画これは子供に悪影響ただの障害シモミシュランの問題行動の一部始終一人でオーディション会場に現れたポーランドの四角 嘘つきはめちゃくちゃ好きじゃない、と言いながら立ち上がりひな壇へ。ターゲットはシモミシュランだった。どうやら、シモミシュランがポーランドの死角に対し、逃げた、などと発信していたことに腹を立てている様子だ。知るかそんなん、逃げるか、と怒りを向けるが、シモミシュランはニヤニヤしながら、ごめん、と肘をつきながら一言。するとそこからサトルが、俺とやるか、と横やり。 ポーランドの資格との間で乱闘が始まった。さらにテルも割って入り、サトルオレとやろうや、と挑発。過去には対戦予定だったが、サトルのドタキャンにより流れたこともあり、テルは、ポーランドよりこっちやろ。やることあるやろ先に、と指摘、この二人の対戦が決まった。会場が騒然とする中、シモミシュランが立ち上がると、ポーランドの資格に対し、こいつ俺先やるから、 いい近距離で向かい合った挑発されると、シモミシュランがいきなり右フックをお見舞い。ポーランドの資格をふらつかせていた。まさかの暴挙に会場騒然。にやつくシモミシュランに対し、なんとか倒れず踏みとどまったポーランドの資格は、もう一回来い。この野郎、と無然としながら笑みを浮かべていた。シモミシュランの不意打ちにネット上の視聴者からは、 この映像は子供たちにとって悪影響しかない。出禁にしてください。不意打ちでドヤ顔はダサすぎるわら、今回結構こういうの少なくて面白いなーって思ってたら案の定これだからな不愉快、普通に同じことされてから戦うべきだわ、ただの障害案、などと問題視する声が続出していた。